試合終了ですよ。すげえ。やる。ドイン。ねえ、あれが仲間にしたい若葉みなみさんってことでいいんだよね。そうなんだけど。ビシッ。南のファーストストライクなんだぞ。ありがたく思え。様子がおかしい。だよね。あれでおかしくなかったら大変であるぞ。若葉南、恐ろしい子。南はね、普段はもっとほんわかしてて天然な子なんだ。ほんわか要素ゼロだったのである。どうしたのかな。あの若葉さんの目さ、前に襲ってきたおっさんとかと同じ感じじゃない？である。みんな後で我に返ってるみたいだったけど、目がああなってる時はなんか洗脳でもされてるみたいだったよね。もしかしたら若葉さんもああいう感じになってるんじゃない？ピッキー一つズギャンズギャンやっとぜ。ほら、どう考えても変だもん。あれはいつも通りね。やっぱり。ヨーデル、ヨーデル。じゃあ、これ。左手は添えるタッキー。あっつあっつ、バキンバキンに熱すぎるよ。それ注文したの自分であるよな。完全に洗脳されてんな。あれはいつも通りよ。若葉さんどんな子なの？もともと南はやることなすこと話すこと天然タイプで、だいたいあんな感じだった。ほう、人間界ではあれを天然というのだな。あ、そうかな。でもね、さっきみたいにあんな風に戦う子じゃなかった。ドイン。ま、話してみた方が早そう。みなみ。あ、葵ちゃん来てたんだ。ん？あ、うちのクラスに転校してきた穂村蓮くんとオラゴン。どうも。オラゴンにちはである。である。でさ、ちょっとみなみに話したいことがあってさ。なになに？みなみさ、一緒にモンストしない？私と蓮くんと。やった。私と組もうなんて生意気ってんじゃないっつーの。もうそんなこと言う葵ちゃんはギッタンギッタンにしちゃうからね。モンスト以外で。シタタタタタタシタタタタタタ。ワンチュー。オラゴンチュー。今モンスト以外でって言った？言ったであるな。どういうこと？ミナミ、ミナミがどうしちゃったのか、お父さんなら何か知ってるかも。ここ。へえ、喫茶店なんだ、若葉さんち。うん、お父さんが一人でマスターやってるんだ。こんにちは。はい。いらっしゃい、葵ちゃん。
元気にしてたかい？あ、はい。おお、なんという芳醇な香りに爽やかな食感。やはり美味である。お礼を言いたい。シェフを呼ぶのである。ただのポップコーンだ。ミナミがそんな激しいことになってるなんて、もしかしてご迷惑をかけたかい？ああ、いえ、そんなことないです。ならよかったけど。あの、何か心当たりは？ないな。心配してくれてありがとう。でもきっとミナミなら大丈夫。ミナミはいつも優しい子なんだ。亡くなった母親に似てね。あの花、母親が大事にしていた種からミナミが大事に育てたんだ。お母さんなら絶対うまく咲かせるよね。枯れそうになっても諦めずに、あそこまで咲かせたんだ。そうだったんですね。そんな子だ。今は様子がおかしいとしても、きっと何か訳があるんだと思う。やっぱりさ、襲いかかってきたおっさんみたいに何かの影響を受けてるんじゃないかな。おじさん、ミナミいる？とっとっと。出かけてるけど、どうかしたのか？なんかミナミがすっごい動画サイトにアップしてるからさ、とりあえず来てみた。誰である？隣のクラスの白浜太陽くん。すっごい動画？うお、またアップされた。で、これ出てんの水沢さんじゃん。は？おう、続く？呪われるのである。